こういう技術を修練する場合の、注意点があるんですね。若干ありますけれども、修練の注意点、方形っていうのは形が見えやすいですよね。こうやって今も言いましたように、ちょっとそのままですね。上段をついてくるのは受けてつけばいいですよ。これ分かりやすいですね。蹴ってくるのに対して外して蹴ればいいですよと。これも分かりやすい。じゃあ何が来るか分かんないですよ。こういう時どうするんですか。その時に練習の方法あります。フェイントがあるなとか、そこからやると分かんなくなる。難しくなってしまうね。そうじゃなくて、シンプルな優しい練習から練習ってのは積み重ねるのが原則です。で、手が2本、足が2本ある。真ん中は別ですけどね。こういう状態で、こう来るのか、こう来るのか、これも曲線が来ますよね。あるいは段が来ますね。パンパンと。ね、あるいは連が来ます。こう、ね、こういうふうに。だから、直線と曲線、単と連、あるいは段攻撃、こうあるんですけども、全部、やろうとすると難しくなります。だから我々は単攻撃から普通は型っていうのは入っていきます。必ず単の攻撃に対してどうするか、そしてあと考え方としては、まあ突きたら突きが来たよ、ね、こういう状態で受けるんだ、どっちでもいいですよと、ね、こういう状態で行くんですよとかありますので、ね、こういう感じで行きますので、これはどういう状態でも蹴っても別に構わないですね。蹴れるならば、突きにくくなったら、蹴りで待ち切りを取るという場合もありますけれども、こういう状態になります。そして、しかも、難しければ、まあ、上段なら上段だけに対して自分がどうやって防いでいくんかと、ね、こういう状態で、ね、こういうふうに肩をやればいいと、ね、こういう状態で入ればいいんだと、ね、いう形でやるんですけれども、上段が終われば、今度は中段だとか、あるいは蹴り攻撃だとか、それに対して自分はどう動くのかとか、必ず自由に使う場合っていうのは、我々は戦術蘇生っていう言葉を使ってます。戦い方を組み立てないと、とっさには出てこないですよ。これはテニスの、伊達さんが最近復活してますけど、こういうふうにこっちへ動かしてて、次はこっちだとかね、いろいろ振りますよね。相手を動かして今日作るって我々だったら思うんです。で、そういう戦い方の組み立てをみんな作ってますね、プロの選手は。同じだと思います。我々もどういうふうに突きと蹴りが来るのか。例えば、こう来るに対して自分を渡し出したらこういう状態でどっちでも来ると。今、左右の手を上段については使ってます。ね、できるだけ巻い手をできるだけ対応してますね。こういう巻い手を、例えばこう対応、あるいはこういうふうに入ればいい。突きに対して巻いて、で、蹴りに対してどうするって。蹴りが来ます。いろいろ、片手、こう、両手で受ける。両手で受ける。片手で受ける、あります。でも、戦い方になると、全部、もう、あらやかだ、右手一本、ね。右手一本、ね。相手が来ます、ね。こういう状態で、ね。こういう状態で。これは、もう自分が擦り込んでですね。蹴りっていうのは、膝が原則リードしてきます。トリッキーなのは回転から後ろ蹴り、後ろ回し蹴り。あるいは外国行きますと、はい、つってパーンと蹴ってきますからね。足の長い足で、本当に全然上端自分わかんない。蹴りが来ないと思ったら、この角度見えない角度からスパーンと横面張られて、こめかみかなんか蹴られて倒されちゃいますので、そういうものも含めてあるんですけども、原則膝が上がってくるんです、こうやって。逆の蹴りも膝。回してくる場合、膝がリードしてこっち回して膝がリード。そうすると常に、はい、どっちが来るかこうやって蹴らせる。私を普通今つけてます。胴を蹴らせるんですね。蹴られると、あ、これは蹴られるんだなって分かるんですね。この時にどっちの蹴りが来るかをこう見る練習して蹴らせながら。で、今右手で私こうやって触っております。右手で常に膝を意識して。で、これで、蹴りを読む練習してですね。その時にどっちの足が膝が上がってくるかを確実に触ってますかって。これは、蹴りって読んだ時に、どっちの蹴りの時に、それは読めてるかとかね。こういう状態で。常にこうやって、はい、見てますのでね、はい。で、それが今度は曲線来ても、同じですね、
こんなですね。これは、今、回してくる。回してくるのを、こう受けますと、腕折れちゃいます。下手するとね。人によっては。回し蹴りっていうのは、ここで膝が曲がった状態で当たって、インパクトが非常に伸びきったら弱いですけど、このぐらいで当たってきますからね。実際には。もうちょっとこっちね。落ちない。で、こういう力に対しては、上から押さえられると落ちちゃうんです。もう一つは、下からすくい上げられると、やはり同じく、無効になると。で、受けとして正式にやるとなると、うちの場合は、必ず角度をつけ、斜めに。皆さん、ビリヤードやる人って、入射角と反射角、下へ落ちるように、当たったら。それをしか、パッとちょっと落としてますね。こういう技があるわけですね。これは一つの方形なんですけども、こういう受け方があります。それをさらに、パッとこう、やればいいわけですね。だから、角度処理っていうのをしてますので、必ず膝がリードしてきますと、こうやって落とす。まっすぐの蹴り。これじゃあどうするんだって。膝を触ってどうするんだって。これは、例えば、下地十字蹴り。両方でこうやって。でも、両方でやるとガチンコになるんですね。だから、一本の手で、こっちにずらせる。こうずらしてるんですね。こっちにずらせる。で、しかもその時に触れたら、いなくなると。そうすると、自分が、安全だと。で、こっちで蹴ってきたらどうすんだ。膝触れてますから、この時は膝より中に入るんですよと。常に触りながら中ですよと。実際はこれでついていけばいいんですよと。こういう状態ですよと。左右来ますから、これはもうこう言いますからね。こうやって行くんですよと。こう入りますよと。だから、こういうふうに蹴りに対しては、私は後ろで、突きに対しては巻いて処理。そうすると、蹴りながら反撃が使える。蹴りに対しては片手使える。片手空いてますから。そういう組み立てですね。これは一つの一例です。決して、これが全てじゃないです。相手もこれを読んで、別な攻撃を仕掛けてきますので。ただ、護身の技術って言った時に、あるいはこういうものをやりますと、ちょっと今、説明をかなり詳しくしてますので、難しいなと思うかもしれませんけれども、突き蹴りに攻撃に対しては原則蹴りがリードして蹴ってくる。突きも対戦に現れてきますので、そういう時は狙ってきたところを外しなさいよと。で、必ずその以外のところで空いたところに当て身をどう入れるかということだけで成り立ってるのがうちの合法ですよということですね。それで応用にする場合は戦術創生といって形をいくつかをピックアップしまして、自分が使いこなしやすい技の組み立てにして、それを体に吸い込むという形になった。もっと簡単なのは先ほど言った、護身の技術でしたら、何かつけられた時は謝っとく。振りかかる火の粉を払うというよりも、まずその場を退避することが一番重要。君子危うきに近寄らずと。どうしてもそういう場面になってが、誤って今日作っておいて、明治と金敵で倒してしまえと。これが一番簡単だよと、うちの返すも教えてくれましたね。非常に合法っていうのは、答えも見えますし、やりやすいことがありますけれども、こういう、自由の乱取りと言われるね、そこのところはちょっと、今度はそういうものを構成を組み立てて、自分の戦い方を組み立てて、すり込む練習がある。こういうところにちょっと応用変化が入ってくるので、それは時間と数が必要だということです。